この番組は M&A ベストパートナーズの提供でお送りします。プロゴルファーにアマチュアの悩みをぶつけてみた皆さんこんにちは、キーです。そして須藤優太です。そしてここでおなじみの M&A ベストパートナーズの斉藤です。 M&A ベストパートナーズの前田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は児玉ゴルフクラブに来ています。前回から少し間が空いたんですけど、最近のゴルフの調子はいかがですか？そうですね、教えてもらってからすぐに、はい、ラウンドに行きまして、で初めてドライバー打ったんですけど、はい、結構良くて、ハーフベストは出ました。すごい、すごい、安田さんのおかげで。いやあの時のポテンシャルはすぐまたそれが発揮されたってことですね。すごい、なんか嬉しいですね。斉藤さんいかがですか？そうですね、私も前回ドライバーとアイアン須藤さんに教えていただいて、うん、はい、やっぱりチェックポイントいくつかあったと思うんですけども、うん、まあ、それ改善するだけでだいぶ気持ちよく打てるようになったので、うん、まあ良かったなとか思ってます。良かったです、ね。まあ、特に練習のその内容だったりとか、はい、これからお一人で練習するときにどういったことを意識すればいいかとかっていうところが多分こうなんですかね、曖昧にならないというかはっきりしてきたと思うんで、はい、そこは良かったんじゃないかなと、はい、思います。ありがとうございます。レッスンのおかげで、レッスンの効果、レッスンのデジタルの謙虚だからそうでした、はい、そうでした前回のレッスンの動画をまだ見てない方はぜひ概要欄から見てみてください。そしてですね、初めましての方もいらっしゃると思うので、改めて M&A ベストパートナーズさんの紹介をしていただきたいです。はい、我々はですね、やっぱり中堅中小企業様の M&A のお手伝いをしている会社でして、特に製造業、不動産業、建設業、ヘルスケア業という、まあ、業種に特化した形での M&A を支援している会社となっております。はい、ありがとうございます。普段私たちの百切りを応援していただいているんですけど、 YouTube も始められたと聞きました。はい、ありがとうございます。最近 YouTube 撮り始めまして、はい、もうすでに動画上がってると思うんですけども、我々のオフィスのご紹介であったりとか、まあ、特に私のことであったりとか、まあ、はい、共同創業の松尾のことをいろいろ語ってますんで、ぜひ見ていただければと思います。はい、楽しみですね。楽しみですね。前回から概要欄にあった斉藤さんのツイッターだったり、はい、あれ見させていただいてるんで、ちょっと YouTube もチェックしたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、皆さんもチェックしてみてください。早速ですが、前回のおさらいをしつつ、前田さんからドライバーを打っていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速前田さんに打っていただきたいと思います。はい、それでは前田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、実際に前回やったの練習場でしたけど、はい、ちょっとそのおさらいということで、もう早速コースに出ますけど、はい、まずティーショット、あ、はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。おお、ナイスショット。やばい。すごい。ナイスショットです。ありがとうございます。いや、完璧でしたね。前田さんのティーショット素晴らしかったんですけど、ちょっと悩みがセカンドショット、アイアンにこうあるということなので、ちょっとセカンド地点に、はい、向かっていきましょう。今日はですね、はい、前田さんにちょっと質問したいことがあるんですけど、はい、MAVP さんに入社された理由とかお聞きしたいんです。あ、そういうことですね。もともと私は銀行にいまして、はい、で、その法人営業してたんですけど、はい、その中でやっぱりこう後継者いないっていう社長さんがやっぱりかなり多くて、はい、で、まあ、それで銀行だったらやっぱなかなかこう取り組めないこう案件とかもあって、はい、まあ、やっぱそういうところを、まあ、自分で、まあ、一気通貫でできる M&A 仲介業をやりたいなって思ってですね、はい、でそれで、まあ、今の会社、に、まあ、入社したっていうところで、この MAVP さんに入社されてどのぐらい？そうですね、3年、4年とかそれぐらいですね。楽しいですか？そうですね、やっぱり社長と話がずっとするんで、はい、そこはやっぱりこの若くして、まあ、そういう経験ってやっぱなかなかできないと思うので、まあ、非常にいい経験させてもらってるなっていうのは非常に感じるのと、まあ、自分この会社のこうなんていうんですかね、経営方針と経営者を輩出したいっていうところで、はい、社長になりたいなっていうのは小さい頃から思ってたんで、はい、まあ、そこのこうマインドがかなり一致したんで、まあ、うちの会社選んだっていうところもあるかなと。なるほど。今後の目標とかあったりするんですか？
そうですね、まあ、後継者不在でっていうところがやっぱかなり多いので、はい、まあ、やっぱりそこはあのいいお相手とこう、まあ、マッチングできるように、まあ私がこう仲介して、まあ、できるように頑張っていきたいなと、うん、すごいすごいですね、なんか大きい、かっこいい、大きい、大きすぎます私から見てもすごい優秀ですし、はい、やっぱり当時、まあ、採用するというか私が面接したんですけど、はい、当時よりもやっぱりレベルがめちゃめちゃ上がってますし、もう全部分かっても問題ないぐらいし、まあ、さっき社長になりたいっていうお話もあったと思うんですけども、はい、まあ、実際こう社長やれるぐらいのこうなんていうんですか、経験とか話で感じるので、はい、すごい期待はしてますね、はい、そう、ゴルフだけじゃなくて経営もポテンシャルがすごいってずば抜けてるってことですね逆にそこがもうゴルフのポテンシャルに来てあのボールなんですなるほどなるほど、はい、で、まあ、ちょっとセカンド時点に着いたんですけど、はい、まあ、ちょっと悩みを聞いたところ、そのセカンド時点というかアイアンショットにあるということだったんですけど、具体的にどのあたりが、具体的に言うと、ああいう傾斜とか傾斜がかなりついてて、はい、どうやって出すというか、あの寄せに行ったらいいんかなっていうのはちょっとあまり分からなくてですね、はい、あと番手の選び方とかも、どういう番手を選ばないといけないのかなっていうのをちょっと教えていただければ、はい、分かりました、はい、まあ、ドライバーね、良くなったとはいえやっぱり14回ティーショットはドライバーティーショット持つと思うんですけど、はい、まあ、今ね、確率半分フェアウェイに行っても半分ラフに行ったりとかした時に傾斜は全然出てくると思うんで、はい、またそれがね、良くなれば一つの、まあ、ドライバーどん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 持っていける、なんですかね、理由にもなりますし、どん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 ステップアップしていけると思うので、ちょっとそこをやっていきましょうか。わかりました。はい、お願いします。ではまず1球打ってもらいたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、よいしょ。ナイスショットです。得意ですかね終了ありましたあれナイスショットでしたね、1球目ドライバーに続き、ありがとうございます今なんか、ね、意識されてこうどっかを意識してあの今の傾斜って打ちました？いや、ほんまに何もあんま考えずに打ちました。なるほど。普段もじゃあ特に傾斜に行ったからといってなんかチェックポイントがあってっていう感じではないってことですね。そうですね、なるほど、分からないんで何も考えずに。まあ、確かにでも打った後一番驚かれてましたもんね目があったマリナさんの顔がめちゃくちゃ驚いてたから分かりました。じゃあちょっとそこの、まあ、傾斜これ今これよりも絶対に大きくあの元傾斜のなんですかね、つま先上がりがかなりこう急な坂になって打つ時もあるだろうし、まあ、逆の傾斜もあったりするんで、その時のチェックポイントをちょっとお伝えしたいなと思うので、はい、こうやっていきましょうか。はい、じゃあまず、傾斜地からの、はい、レッスンをしていきたいと思います、はい。まあ、注意する点は、まあ、それこそ打つ前までの段階が結構多くなると思うので、そちらをちょっとレッスンしていきますね。そしたらまず構えていただいて、はい、で当然練習場とかとは、違うので、練習場のこの真っ平らな状態じゃないんで、何がまず変わるかというと、ボールが、まあ、自分自身の今までこう普通に構えてた練習場の平らなところよりも当然高くなるんで近くなります、はい、自分自身に。でこの傾斜地で一番まず最初にどの傾斜でも気をつけてもらいたいのが、傾斜こう上からありますよね、この低い方に常に体重持ってってもらいたいんですよ、はい、つま先上がりであれば、じゃあ母子球ないしこう足すべてついてたその、平らなところではなくて、どっちかっていうとちょっとかかとより、はい、そうです、かかとよりに体重をまず持っていく。なのでこの傾斜に対してかかとの方が低く、後ろの方が低くなるんで、ちょっと後ろ側に体重を、あ、そうですそうです、持っていくような形ですね、はいはい、それでこの傾斜、この斜めになっている傾斜に対して自分自身の体は垂直に立てている状態なんで、もしこの傾斜がこういう風になっている状態で自分の体の軸が、まあ、平らと同じように立とうと思ってこっちに立つと、普段の平らなところで構えている時のこう前につま先側にこう体重が乗っかっているのと同じになってしまうんで、そうするとやっぱバランスがどん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 崩れやすいから、バランスをしっかり維持するために傾斜に対しては逆らわず、この傾斜なりに体重を乗せてあげるっていうのがまず一つ大事です。で、つま先上がりになったら今度はもう一個大切なところは、だいたいスライスボールがあったりとか、右側コースで行くと右に行った時に結構この傾斜ってあると思うんですよね、はい、そうするとコースの今度セカンドショットからグリーンはこの今この傾斜の垂直とこのラインに対してピンの位置ってだいたい左側に来ると思うんですよ、はい、右コース全体の右側からグリーンに対して打つんで、そうすると
本来このつま先上がりは、まあ一般的に左に行きやすいって言われているものに対して目標方向が左側を向かなきゃいけなくなるんで、どん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 かぶって入ってきてさらに左に行ったりとかしてしまうから、しっかり目標を右側に狙ってるところよりも、まあこれは左に飛ぶんじゃなくて左に曲がるですかね。そこはちょっと注意してもらいたいんですけど、左に曲がるんで立つ位置の狙いを少し右側、はい、なので、まあ、ピンこれ狙うとなると、ピンよりも右側になるんで、あ、そうです、もうちょっと左でいいです。左向いて、そう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 です、そうです、はい。まあ、ちょっとボールがこれラフにあったりとか、芝生が長い短いによって、もちろん傾斜の度合いも変わりますけど、そこでも変わってきちゃうんで、まあ、大体つま先上がり、まあそこまでこう自分自身のなんていうんですかね、お腹、おへそまで来るつま先上がりって相当だと思うんですけど、それよりもないぐらい、このおへそと地面についているところの間ぐらいであれば、基本的には大体そうですね、10ヤードぐらい右でいいと思います、はい。こう一番やっちゃいけないのは左向くことなんで、10ヤードぐらい右を向くような形でセットアップするのはいいかなと、はい。でしたらアドレスは今のところ向きと体重の位置っていうのを変えてあげて、ボールのポジションはボール一つ分ぐらい右足に置きたいですね、はい。でこれも傾斜値が基本的にどの傾斜でも一緒で、ボールの置く位置とさっきの傾斜に対して低いところに構えるっていうのは一緒で、はい、そうです。であとはそこから、まあ、今は結構コンパクトに触れてたんで、まあ、とにかく大振りしないこと、はい、もう本当にハーフスイングぐらいでいいので、まあ、当然それでもし距離が落ちるのであれば番手を一つ上げてあげたりしてあげるっていうのが大事なので、そこは傾斜によって傾斜がきつくなればなるほどスイング幅は小さくしていくで OK です。その分番手を上げていくっていう形で、調整していってもらえるといいかなと思います。分かりました、はい。もうナイスショット。お、しっかり左に曲がってきましたね。もうナイスオン。すごい。おっす。素晴らしいです。まあそうですね。バランスは絶対的にその崩さないことは大事な大切で、まあ一番はやっぱりその傾斜に対して、さっき一番最初に言ったように傾斜に対して自分が垂直に構えてられるか、傾斜なりに構えてられるかがバランスを取れる一番大切なところなんで、ボールに対しての空間で結構こう距離って把握しやすいんですけど、しっかり土台の部分がちゃんと傾斜に対して垂直に構えてられるところで構えれれば、まずバランスは基本的に崩れにくくなるん でプラスやっぱり前さんの場合はもうそこから、まあ、膝ないし下半身がもう安定したままスイングも大振りしないから崩れないっていうところがあるんで、そこの大振りしないことと傾斜なりに構えるってことが整えればバランスが崩れることっていうのは少なくなってくるんじゃないかなと思います。今のはこっち向きやったんですけど、はい、こっち向きの時はもう同じ意識したらいいですか？基本的には同じなんですけど、はい、ちょっと気をつけなきゃいけないことに一つ追加されるんで、ちょっとそこをじゃあレッスンしましょうか。分かりました、はい。そしたらですね、この逆向きつま先下がりの方に、さっきはつま先上がってる状態ですね、つま先下がりの方になって、傾斜なりに構えること、なので今度はつま先体重で構え、ちょっとつま先寄りに、まあ、前側に頭の位置ないし体重を前側に倒すっていうことは、同じです、はいはい。これ傾斜台に構えるで、ボールの位置も半分右、これも一緒です。で何を気をつけなきゃいけないかっていうと、今度は自分が立ってる方が高くなるので、この時に気をつけなきゃいけないのは、普通にこう振っていった時にクラブのネック側、まあ、傾斜がこういう状態なので頭側が浮いてネックがこうついている状態で、このネック側が当たりやすいんですよね、はい。でそうなると極端にダフってしまったりとか、本来さっきの逆なのでつま先下がりはスライスしやすいよっていうものが全然スライスしなくて左に行ってしまったり、はい、結構これパワーヒッターにはありがちなんですけど、引っかかってしまって左に行ったりとかっていうところで、向きをじゃあどこ向けばいいのってなってしまうんで、この時は少しつま先側に体重きます、で構えはつま先来てちょっとボール右足側に置きます。そしたら少しクラブが入る位置を普段よりも少しアウトサイド、ちょっと外側から、でもちろん向きはスライスをわざと打つような形でいいので、
少し左側向きます。でクラブの入ってくるところを少しアウトサイドインのイメージを追加してもらうと、目標方向に対してまっすぐ打つんじゃなくて、構えたところからさらに少しアウトサイドイン、この地面が低いところからクラブを持ってきてあげるとしっかりコンタクトしやすいんで、つま先下がりでもまあ左右のミス、距離のミスっていうのがなくなってくるので、そこをちょっと意識してもらえると、はい、いいかなと思います、はいはい、構えを、はい、作っていただいて、OK、です。結構今つま先乗ってます？だいぶ乗ってます。あ、OK、です。そしたらもう少しだけ膝落としていいです。あ、そうです。そうするともっとつま先乗りやすくなるんで、はい、あ、そう、そのぐらい、そのぐらいを落としていいです。はい、はい、最初のこの膝も、つま先乗せるのに膝曲げないでそのまま突っ張った状態で前乗せると多分バランス悪いんで、膝を落とし、少し前にこう落としてあげるとつま先側には乗りやすいから、はい、そこで、あ、これの方がいいです。そう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 、乗ってあげて、じゃあそこで今じゃ狙うターゲットがここに、これがまっすぐ、まあ、言ったら、ラインに対してまっすぐなんで、これよりも少し左を向く、さらにそのところから少し外側からクラブを入れてくる、アウトサイドインの、はい、イメージで、はい、ちょっと素振りしてみましょうかね。お、そう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 、いいですいいです。そうするとこれ、このあの前回アイアンでやった時のフィニッシュの位置に多分収まってくるんですけど、ちょっと外側から低いところに振り抜いていけると、つま先下がりでもしっかりコンタクトできるようになってくるんで、はい、こんなとこにいいつま先下がりがあったので、ちょっとあのさっきのおさらいしながら、はい、打ってみましょうか。はい、そう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 、ナイスナイス。もう素晴らしい。乗りは正解です。はい、いや、いいスイスイスイス、ナイスナイス。結構左向いてるなと思ったんですけど、はい、意外とこう打ってみたらちゃんとまっすぐ行ってた。あのこうやって打たないと、まあ、なんていうんですか、ミスが増えちゃうんやろうなっていうのはすごい思いました。うんうん、今みたいに、まあ、打ち方はなんとなくわかるけど、今度コース行くと方向性があるんで、やっぱ左向きすぎてる感じがするとかっていうところに慣れていけば、分かりました、はい、どん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 今みたいに2球目みたいなボールを打てるんじゃないかなと、はい、思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。レッスン受けてみていかがでしたか？そうですね。あの初めてこういうあのコースでの、 あのレッスンを受けたんですけど、はい、まあ、非常に分かりやすかったですし、はい、こうやって打ったらあのうまくいくんやなと思ったんで、早くラウンドに行きたいなと思いました。はい、うますぎです。はい、いやでも本当にあの気をつけるところが、はい、まあ言ったら、いいショットも、まあ、なんで出たんだろうっていうところから、こういうのを注意したからいいショット出たって言えば次もやっぱりできるし、じゃあそれによって、じゃあちょっとね、傾斜が強ければもっとその度合いを上げようっていうふうに、まあ、自分自身で調整もできるんで、今度はいいショットが出た理由が自分では分かるから、そこをちょっと意識してもらえると、どん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 いろんなシチュエーションに対しては対応できるんで、コースでもいいショットが増えてくるんじゃないかなと、はい、思います。ありがとうございます。では続いて斉藤さんのレッスンをしていただくので、ぜひ次回の動画も見てください。スノープロ、はい、あっち向いてホイしましょう。はい、やりましょう。最初はグッジャンケンホイ、あっち向いてホイ。あ、これ我々ですよね。あっち向いてホイ、最初はグッジャンケンホイ、あっち向いてホイ。やったやったー、あー勝ちました。やられました。